休憩前に引き続き会議を開きます。これより議員西村康稔君からの審査申し出に関する件について議事を進めます。審査に先立ち一言申し上げます。本日の政治倫理審査会は政治倫理の確立に資するため議員自らの申し出に基づく審査であります。申し出人であります西村議員には簡明に国民に対する説明責任を果たしていただきたいと存じます。また質疑者にも真摯に解明へのご努力をいただくよう期待するとともに相互に限られた時間でありますことにご留意願いたいと存じます。なお審査会開会中の入退室は原則としてご遠慮願いますのでよろしくお願いいたします。また会長として復言いたしますと政治倫理審査会は静謐な環境のもと議員の申し出に対し審査を行う場所であります。委員傍聴議員におかれましては不規則発言は行わないよう申し上げます。衆議院政治倫理審査会規定第17条第2項により議員西村康稔君から弁明を聴取いたします。西村君。おはようございます。西村康稔でございます。まず冒頭政治団体清和政策研究会の政治資金の問題に関しましてこのような事態を招き国民の皆様の政治不信を招いたこと清和会の幹部の一人として心よりお詫び申し上げます。今般清和会の代表者兼会計責任者であった松本純一郎事務局長が平成30年から令和4年までの5年分の清和会の収支報告書において清和会の政治資金パーティーにつき所属議員らが集めたノルマ超過分の合計約6億8000万円の収入や議員側に還付したなどしたほぼ同額の支出を記載せず収入支出ともに過少に虚偽記入をして総務大臣に提出をしたという事実により政治資金規正法違反の罪で東京地方裁判所に起訴されました。この件に関し私自身清和会幹部の一人としてけじめをつけるべきと判断をし昨年12月14日経済産業大臣の職を辞し検察当局からの求めに応じて捜査に全面的に協力してまいりました。当局の捜査につき一定の結論が示されましたがこのような状況に至ったことを改めてお詫びする次第です。私に関する捜査については1月19日に東京地方検察庁により捜査を尽くした上で処分するという判断はしないことになったとの説明が行われており事件として立件する必要もないとの結論に至ったものと承知をしております。私は検察当局から当該結論が示された同じ日1月19日に記者会見での説明を行いその後地元の有権者の方々への説明を重ねてまいりました。今後も引き続き説明責任をしっかりと果たしていく考えであります。この度は国会におきまして疑念に応えるために政倫審に進んで申し出を行いこうした弁明の機会をいただき感謝申し上げます。まず私と清和会の関係についてでありますが私自身平成15年2003年に無所属で初当選ししばらくして自民党に入り清和会に正式に入会しました。その後当選3回の平成21年2009年に自民党総裁選挙に立候補した際に清和会を離脱いたしました。そして自民党が政権奪還した後の平成25年2013年頃まで無派閥で活動しておりました。その平成25年2013年頃当選4回の時に清和会に戻った後も平成27年まで内閣副大臣平成29年から令和元年まで官房副長官令和元年から令和3年まで経済再生担当大臣令和2年からは令和3年までコロナ担当大臣を兼任令和4年から令和5年まで経済産業大臣とほとんど政府内で仕事をしておりましたので
清和会の運営には関わっておりませんでした。唯一、幹部として清和会の運営に関わった期間が、令和3年2021年10月の岸田内閣発足に伴い、経済再生担当大臣、コロナ担当大臣を退任し、党派閥に戻り、官房長官となられた松野博一議員の後任として、事務総長に就任したときです。令和4年、2022年7月に安倍元総理が亡くなった直後の8月まで、約10ヶ月間、事務総長を務めました。この事務総長としての私の役割は、若手議員の委員会や党役職などの人事の調整、若手議員の政治活動への支援、協力、指導、翌年7月に予定されていた参議院議員選挙の候補者の公認調整、支援活動などであり、清和会の会計については一切関わっておりませんでした。実際、今の時点まで、私は清和会の帳簿、通帳、収支報告書などを見たことがありません。このように、事務総長とはいえ、清和会の会計には一切関与していなかったため、私については、東京地方検察庁においても、事件として立件する必要もないとの結論に至ったものと承知をしております。清和会で行われていたパーティーのノルマ分を超える売上の還付について、私の認識を申し上げます。自前で政治資金を調達することが困難な若手議員や中堅議員の政治活動を支援する趣旨から始まったのではないかとされていますが、いつから行われたのかについては承知をしておりません。この清和会主催の政治資金パーティー収入の還付にかかる処理は、歴代会長と清和会の事務職である事務局長との間で、長年、慣行的に扱ってきたことであり、会長以外の私たち幹部が関与することはありませんでした。先ほど申し上げたとおり、事務総長はこのことを含め、会計には関与しておりません。また、清和会の収支報告書の作成と提出は、会計責任者である事務局長において行ってきたところで、収支報告書に記載しないことについても、長く慣行的に行われてきたようですが、私は今回の問題が表面化するまで、収支報告書に記載されていないことを知りませんでした。しかしながら、この還付を収支報告書に記載しないという取り扱いが長年にわたり続けられてきたことにより、国民の皆様の政治不信を招いたことについて、知らなかったとはいえ、清和会の幹部の一人として深くお詫び申し上げます。また、事務局から各議員の政治団体の収支報告書への記載は不要だとする旨の説明が過去からなされていたとのことであり、その言葉を信じて記載しなかったことにより、後から法令違反だとされ、いわゆる裏金作りなどの意図はなかったであろうに、所属の若い議員はじめ多くの議員に大きな傷を与えてしまったことについて、幹部の一人として申し訳なく思っております。以上のような経緯を踏まえ、これだけの事態となり、国民の皆様の政治不信を招いたことについて、清和会の幹部として責任を感じ、けじめをつけるために昨年12月14日に経産大臣を辞任したところであります。なお、令和4年の還付金については、安倍会長の意向を踏まえ、幹部の間で還付を行わない方向で話し合いが行われていたものの、結果的には一部の所属議員に現金での還付が行われたようです。私は8月10日の経済産業大臣就任を機に、清和会の幹部から離れることになり、こととなり、事務総長を退任したため、その後のことについては、現金での還付が継続された経緯を含め、全く承知をしておりません。しかしながら、今になって思うと、経済産業大臣となり、事務総長の任から離れたとはいえ、安倍会長の意向を託された清和会幹部の一人として、引き続き、少なくとも令和4年については、還付を行わない方針を徹底すればよかったと、反省をしているところであります。また、本件に関する東京地方検察庁による捜査の中で、私自身の政治団体の収支報告書の記載内容に関する捜査も行われました。この件について、事件として立件されることもなかったと承知をしておりますが、ご説明申し上げます。私自身の政治団体に関する清和会との資金のやり取りについては、政治資金収支報告書
通帳、管理書類、帳簿などを検察当局に提出し、一件一件つぶさに精査確認した上、清和会事務局の記録とも突合した結果、令和4年までの5年間のうち、平成30年に12万円、令和元年に18万円、令和2年に32万円、令和3年に38万円の合計100万円の還付を受けていたことが分かりました。私はかねてより秘書に対し、ノルマ分を売ればいいと伝えておりましたので、これら清和会からの還付金について、私自身は把握しておらず、私の政治団体の収支報告書は、適正に作成、提出されているものと認識しておりました。私としては、しっかりと政治活動を行い、幅広い政策を実行していく上で、必要な経費を賄うために、自分自身の政治資金パーティーを重視してきたところであります。つまり、私自身のパーティー券の購入をお願いする方も、清和会のパーティー券の購入をお願いする方も、同じ方々にお願いしていた中で、清和会の分を多く買ってもらうと、自分自身のパーティーによる収入が減ってしまいかねないと思い、秘書らに対しては、清和会のパーティーはノルマ通り売ればいいとしておりました。しかし、今回の件が報道されるようになってから、会計責任者を務めておりました秘書に確認をしたところ、先に述べた還付金を受けていたことが分かりました。また、その秘書によると、この清和会からの還付金については、東京で年に数回開いている私自身の政治資金パーティーの収入として計上していたとのことでした。会計責任者としては、先ほど述べたとおり、清和会のパーティーに参加する方も、私自身の政治資金パーティーに参加する人も、同じ方々にお願いしておりましたので、私自身の政治資金パーティーの収入としても、として計上してもおかしくないと考え、そのように計上していたとのことでした。つまり、私の政治団体においては、清和会からの還付金を含め、収入のすべてを収支報告書に計上した上で、政治活動資金として支出しており、その支出状況もすべて収支報告書に記載しておりました。したがって、私の政治団体において、清和会からの還付金が個人の所得とか、いわゆる裏金となっていたことは一切なく、還付金を含めて、すべての収入支出を収支報告書に計上してきております。ただし、検察当局による捜査に協力する中で、還付金は清和会からの寄付として記載すべきであったとのご指摘を受けましたので、私としては当局からのご指摘を真摯に受け止め、これに沿って収支報告書における収入内訳の訂正を行いました。したがって、収入の総額や繰越金額については変更はありません。その上で、忙しかったとはいえ、きちんと報告を受け、適切な指示をしておく受けばよかったと反省しており、目が行き届かなかったこと、監督責任を強く感じております。今後はこのようなことがないよう、これまで以上に丁寧に報告を受け、厳格に対応していきたいと考えております。以上が私の弁明でありますが、もう一度改めてこのような事態に至ったこと、国民の皆様の政治不信を招いたことを深くお詫び申し上げます。改めて本日この審査会の場で弁明の機会を与えていただきましたことに謝意を表したいと思います。ありがとうございました。これにて弁明は終わりました。次に西村康稔君に対し質疑の申し出があります。順次これを許します。武藤陽司君、はい、武藤君。自由民主党の武藤です。まずもっとおはようございます。今日昨日に引き続いてこのような形で政治倫理審査会、これがフルオープンという形で開かれました。西村先生におかれましては同じ宿舎の同じフロアの教授もあり、いろいろ近くさせていただいてますけれども、このフルオープン、西村先生から申し出もあり、こういう形で開催されたこと、そしてまた日取りが残念ですけどずれたことも、昨日も野党の方からご質問がありました。性妊娠そのものの規定、これがまさに本人の申し出により、本人の意向に沿って開かれなきゃいけない。
ここが本質的なところでありますから、寺田筆頭幹事、またうちの2は筆頭、それぞれ筆頭幹事協議で大変いろんなご苦労があったと思いますけれども、まずはご面倒を幹事の方々にもかけたことを私からもお詫び申し上げなきゃいけないと思いますし、ただこういう形で今日は清和会の事務総長の経験者の方が4人揃って出てこられる、これがまさに今我々清和県だけじゃなくて自民党全体、そして永田町国会への政治不信を招いてしまった、大変極めて甚大な大きな政治不信、これをこの政治不信で短い時間ですけれども、なんとか国民の信頼回復につなげていく、そのような会にしていただきたいと思いますので、まあ、国民の皆さんから信頼を得るには、国会の矜持というものを、しっかり政治責任というものを、検察は立件せずということになりましたけれども、ぜひ道義的責任という中で、真摯にお答えをしていただけたらというふうに思います。今の弁明を目指すいただいて今お聞きしましたところ、私はいくつかやはりこの中でも疑問を持つざるを得ないと思います。まず一つは事務総長という清和県の事務総長というお仕事の中身なんですけれども、今弁明書にや若手の指導ですとか、あるいは委員会等役職などの人事の調整、これはもう私も国対も2年やってますから、よく派閥の皆さんのご苦労も分かりますし、国対の苦労もよく分かったつもりですけれども、こういう仕事、あるいは参議院の選挙の応援、あるいは若手の指導育成ということを考えると、事務総長というのは私の派閥とはちょっとやっぱり清和県は違うのかなと、実は昨日の武田さんの二階さんのところもだいぶ違うなという気がしています。まあ、議員同士お互いの懐は分かる由もありません。もちろん資金報告を見れば分かるわけですけれども、我々にはそんな余裕はないのが現実であります。そういう中でいうと、西村先生の輝かしいこの業績を見るとですね、大変ほとんど政権側にいらしたこともあり、事務総長その約10ヶ月という中ですけれども、かといって事務総長になるにはやっぱり派閥の中の長年のお付き合いもあるわけですが、そういう中の派閥の事務総長の役割というのは風通しを良くすることじゃないのかなという気がするんです。いわゆる国対をやってますとも、情報の伝達というのは非常に派閥の代表として出てるわけですから、大変大きな重みがあります。また大事な役目、そういう中で事務総長が、まあ、会見については一切触れないというのが、これがある意味でここに書いてありますように慣行的に行われたということになると、ここの因果関係、要するに会計はもう事務局に任せなさいと、事務総長というのはもう全部若手の指導だよということになりますと、ただ若手の方ではいろいろとやっぱり困ったこともあろうかと思います。長年のやってらっしゃると、いや、 やっぱりここに書かれてませんでしたけども、選挙区それぞれ事情がありますから、広いところ秘書を何も雇わなきゃいけない、そういう中でいうとお金のやっぱり心配、あるいはいろんなもののご相談というものもあろうかと思いますけれども、そのような事務総長の役割というのは、まずもってまず一つは安倍さんのところの清和県の事務総長の仕事はそういうものはないんだということなんでしょうか。それともう一つそこで関連してお尋ねしておきたいのは、事務総長官の連絡会議みたいなのはなかったんでしょうか。ここにその二つをちょっと教えてください。西村君。会長、お答え申し上げます。先ほど安倍派清和会における事務総長の役割をお話をさせていただきましたけれども、一つはやはりまだ選挙基盤、選挙の地盤ができてない、そうした若手からいろんな相談を受けることはありました。ただその中で資金的な相談というのはもうほとんど受けたことはありません。地元の県会議員、市会議員との関係であるとか、あるいは団体との関係とか、さまざまな、事情について相談を受けて、それについてどう対応していくかと、こういったことについては、協力をしたり、指導したり、また私自身が選挙区、地方に行ってですね、さまざまな対応することもございました。そうした若手の声を
会長や他の幹部に伝えていくのも事務総長の仕事であったというふうに思います。資金についてはほとんど相談はなく、先ほど申し上げたように会計については一切関与しないということでありました。また私が事務総長の時に、事務総長官各派の事務総長官の会議が、1回か2回か特に参議院選挙を控えておりましたので、その時に22年の7月の参議院選挙の前に、確か、開かれたと思いますけれども、そう頻繁に何かみんなが集まって会議をするということはなかったかのように思います。2回かぐらいだったかと思います。いずれにしても、まあ、各派によってのやり方も違うんでしょうし、他の派のことは分かりませんけれども、主として私の事務総長としての役割は、若手のそうした政治活動への支援協力、また参議院選挙に向けて公認調整、これも参議院選挙に出たいという方がおられましたので、どういうふうに対応していくか、このことにもかなり時間を割かれた記憶がございます。武藤君。今申し上げたのは会計の相談があったかどうかというのはあれなんでしょうけど、いわゆるコロナで我々もずいぶん給料減額、歳費が減額していた時もありました。大変それは若手にとってみると厳しい時代だったと思います。まあ、その意味でそういう悩み事の相談という形での、まあ、事務総長という立場もありますし、西村先生の、まあ、こういう親近感の中でのご相談というのは派閥の中ではあって当然だったと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。委員長。はい、西村君。具体的に資金が足らないとかこういうふうに困っているという話は何か相談を受けた記憶はありません。ただ、政治資金パーティーを自分で開こうと思っているので、ぜひ来ていただいて挨拶をしてほしいとか、あるいは他の幹部の皆さん方に来てもらいたいとか、あるいは安倍会長に講演をお願いしたいとか、そういった相談で、私どもとして、幹部としてできるだけそういう形で出席することで、また、その会が多くの人が参加をしてくれればいいんだろうということで、そういった形での協力をしておりました。武藤君。はい、分かりました。で、まあ、その中で言いますと、長年のこの慣行的に扱ってきたことであるというふうに、いわゆる会長さんと事務局長さんの間に直接私もこの前島根原発ちょうど先々月ぐらいかな行ってきました。亡くなった細田議長の事務所にも弔問に伺ってきました。あの方も議運でずっとお付き合いしましたけど、とても真面目な方なんで、この第五は安倍先生の晋三先生の肖像画もあるということで、なんか因縁も感じますけれども、安倍さんにしても細田さんにしてもその悪いようなことをするっていうことは私は全く思えない人だし、ですからどちらかというと知らなかったぐらいのこういう内容ですね、還付の裏金といいますか不記載があったということは。ただこれが事務局長さんだけが長年の慣行としてやってきたらどうかと、まあ、今いろいろこう情報が出てきた中ですから、今の西村先生の認識をもう一度だけ確認をさせていただければというふうに思います。西村君。会長。はい、会計について、特に会計全般、会長の下で、事務職である事務局長が、対応していたということで、幹部はそれには関与してない、特に事務総長は関与してないということでありますが、ノルマ、パーティー券のノルマなどについてもですね、どういうふうに決まっていたのかについて、承知をしておりません。もう会長おられませんので、分かりませんが、会長と事務局長の間で、まあ、何らかの相談があって決められたのではないかというふうに推察はいたしますけれども、どういうふうに会計処理がなされていたのか、これについても承知をしておりません。ただ今思えばですね、事務総長として特に安倍会長がですね、令和4年22年の4月に、現金での還付を行っている、これをやめるということを言われまして、私もこれをやめようと
ということで、幹部でその方針を決めまして、そして、若手議員何人かの議員手分けして、電話もいたしました。私自身も若手議員にかけ電話をしてもう辞めるという方針を伝えたところ伝えたわけであります。したがって安倍会長はその時点で、何らかのことを知っておられたんだろうというふうに思います。全体のことを、どこまでご理解、把握しておられたのか分かりませんけれども、とにかく現金は不透明で、疑念を生じかねないから、こうして現金の還付はやめると、還付そのものをやめるということで、我々方針を決めて対応したわけであります。ただその後安倍会長が亡くなられて、その後ノルマのよりも多く売った議員がいたようでありまして、返してほしいという声が出てきました。それを受けて8月の上旬に幹部で議論をし、そしてどうするかと、還付は行わないという方針を維持するという中で、しかしこう返してほしいという人をどう対応するか、いろんな意見がありましたけれども、結局結論は出ずにですね、私は8月10日に経済産業大臣になりましたので、事務総長を離れることにもなります。その後どういった経緯で現金での還付が続けられる、継続されることになったのか、その経緯は承知をしておりません。その後幹部の中で、私が入った幹部の中でそうした議論は行っておりませんので、その経緯は承知をしておりませんが、今思えばですね、安倍会長がもう幹部を辞めるということを言われたわけですので、事務総長としてしっかりとそうした方針を徹底してですね、少なくとも令和4年の幹部はもう辞めるということをしておけばよかったな。また収支報告書も全く関与し、記載提出については全く関与しておりませんでしたけれども、しっかりとそこまで考えを及ぼしてですね、収支報告書を確認し、そして必要な修正を行うべきであったと、今となってはもう反省するばかりでありますけれども、本当にその時はそうした考えを及ばず、本当に申し訳なく思っております。武藤君。はい、ありがとうございます。時間ももう少ない中で、あと一問だけちょっとお話をしておきたいことは、昨日も総裁自らここへ出てこられまして、いわゆる3月17日にある党大会、これに向けてこの派閥のパーティー問題についていろいろ疑義が生じたということで、党の党則の見直し、またガバナンスの見直しを今進めているところだと言って、昨日もお話をされました。またこれはもう野党さんにも入っていただいて、政治と資金規正法の話の改正をこの国会中でやりたいということをおっしゃっておられます。いわゆる我々がこの資金の流れっていうのは、政策活動費、これ我が党の中でも大変各党によってどうも違うようでございますし、やはり明らかにしていかないと、我々自身もこれはまだまだ正直言って勉強していかなきゃいけない分野でもあると思います。国民からすると今インボイス等々非常に免税事業者の方にも負担をかけているのは現実ですから、我々がまず解を示してしっかりとした形でこのお金の問題についてはもう一度最後のチャンスだと思って、もう一度明確にさせていただかないとかダメだというふうに思ってますから、西村先生におかれましても今後また政治活動を続ける中で、その辺のついての計算バタでずっと今までやってこられたので、インボイス、あるいはこの今の申告ボイコットというのも総理も頭に耳に入ってらっしゃるようですけど、そのことについての何か一言あれば頑張っていただけるようにお願いしたいと思います。一言よろしくお願いします。西村君。まずは説明責任をしっかり果たしていきたいというふうに考えておりますが、やっぱり現金でのやり取りをやめるということが重要だと思います。やはり記録が残る、振り込みオンライン、これを徹底していくことが大事だと思いますし、おっしゃったようにいろんな透明化に向けてデジタルの技術、いろんな技術がありますので、
政治家の収支について、しっかりと透明度高く、公開度高くですね、公表していくということが大事だというふうに思います。確定申告、本当に国民の皆様に政治不信を招いてしまって、もう本当に、申告なんかしたくないというお気持ちになっておられる方も多いと思います。本当にお詫びを申し上げたいと思いますけれども、私自身は先ほど申し上げたように、還付金については政治資金にしっかり入れて管理をして失踪しておりますが、他の議員分かりませんけれども、何か疑念を持たれた議員はですね、個人の所得に使っているのかいないのかということを含めてしっかりと説明責任一人一人が果たしていくべきだというふうに考えております。いずれにしても透明度高く公開度を高くしていく、領収書の添付などですね、しっかりと対応していくことが重要だというふうに思いますので、まずは説明責任を私自身は果たした上でそうした対応も考えていきたいというふうに思います。終わります。ありがとうございます。次に枝野幸男君。枝野君、はい、今武藤議員から話のありました令和4年、事務総長でおられたときに安倍元総理から現金での還付をやめようという話があった、これは従来から記者会見等でお話ありました。先ほどのこの場でのご証言で4月に一度還付をやめることを決めたとおっしゃいました。これ間違いないですか。会長。西村君。はい、会長の下で辞める、幹部を辞めるという方針を決めて、そして幹部で手分けをして所属の議員に電話をいたしました。私自身も若手議員を中心だったと思いますけれども、電話をしてその旨を伝えました。枝野君。それは去年、令和4年の4月、その時当然安倍総理からそういう話があった、直接個人として呼ばれて話をされたんですか、それとも他の幹部と何かのことで集まっている時に話をされたんですか。西村君。私の記憶では安倍会長の下で、当時の幹部が集まって、そしてその方針を決めたというふうに理解しております。枝野君。それは他の幹部はどなただったですか。西村君。私の記憶が違ってなければですね、当時会長代理でありました塩谷代理、下村代理、それから参議院の代表で確か世耕当時幹事長が入っておられたんではないかと思います。あと事務局長もおられたと思います。枝野君。それが実際にはその年も現金による還付が行われていたわけですが、若手の皆さんに伝達をすることがあったけれども、いろんな声があって、で結果的にそうなったと。そのこの還付の件について西村議員が加わって、このやり方とかどうするんだという話をしたのは4月の1回だけですか。その後もありましたか。西村君。4月の段階ではですね、5月のパーティーを控えておりましたので、還付はやめるという方針を決めて、私は若手議員中心だったと思いますけれども、連絡をしました。そういう方針を決めました。でその後まさに還付しないということでずっと進んでおりましたが、7月に安倍さんが撃たれて亡くなられてですね、そしてその後ノルマ以上に撃った議員がからですね、返してほしいという声があり、8月の上旬に幹部で集まって、どう対応するかということを協議をいたしましたが、その時は結論は出なかったということであります。枝野君。8月の上旬にそれは西村さんも加わられて幹部が、当時の幹部が集まられた、間違いないですね。会長。西村君。はい、幹部が集まって、協議をいたしました。その時、幹部をしないという安倍会長の意向を維持しながらですね、しかし、返してほしいという議員の声をどうするかと、無限にはできないんじゃないかといういろんな意見が出ましたけれども、結論が出ないままに、私自身は8月10日に経産大臣になりましたので事務総長を離れることになり、その後はこの還付の話、資金の話は一切しておりません。枝野君。その時のメンバーはどなたですか。会長。西村君。安倍会長は亡くなられておりましたので塩谷代理、下村代理、私、そして参議院で世耕幹事長、
と松本事務局長だったと思います。枝野君。はい、今の話はですね、1月31日に下村元事務総長がお話、会見でお話しされている話 と、共通しています。4月に安倍総理から話があり、そして安倍総理が亡くなられた後、8月に今の顔ぶれ、あの事務総長が入って、事務局長が入ってたかどうかは明らかではありませんでしたが、議員については同じ顔ぶれについて下村さんから記者会見で説明があります。ですので下村さんのこの記憶はかなり正確だろうと、まあ、少なくとも西村さんと一致しているというふうに思います。この下村さんの記者会見で下村さんはこういう発言をされています。その中である人から、結論出なかったわけですけれども、その還付については個人の資金集めパーティーのところに上乗せしてですね、それでそこで収支報告書で合法的な形で出すということもあるのではないかという案がですね、それもあったと思いますと話しています。これは西村さんですね。西村君。8月上旬に協議をした際ですね、先ほど申し上げたように還付は行わないという方針を維持しながらも、しかし返してほしいという声にどう対応するかということで、いろんな意見が出されました。その中でアイデアの一つとして、今後所属議員が開くパーティーのそのパーティー券を清和会が購入するということはどうかという代替案として、そうしたアイデアが示されました。で、私自身もこれはアイデアとし一つのアイデアだということで、検討できるのではないかということで発言をしたところであります。いろんな意見がありましたけれども結論は出ずに、結果としてですね、この方策が採用された、実際に採用されたわけではありませんし、結果として現金での還付が継続されていたということのようであります。枝野君。今の話おかしいですね。下村さんは個人の資金集めのパーティーのところに上乗せしてですねという話をされています。派閥として、まあ、すみません、自民党の派閥でどうなっているのか知りませんが、別に派閥としてですね、その若手がパーティーやるのに、そのパーティー券、売れなくて困ってるんですって、派閥で買ってあげるってことは、それで資金援助をすることはあってもおかしくないと思うんですが、話は違うと思います。この収支報告書でですね、自分の個人の資金集めパーティーのところに 上乗せしてですねと、合法的なように見せるって、あなたがやってることそのものじゃないですか、違いますか。西村君。結果としてそのように見えるかもしれませんけれども、2つ申し上げたいと思います。1つはその時点で、私は私の会計責任者である秘書が、私の政治資金パーティーの収入の一部として、そこに記載をして、私の政治団体の収支に載せていたということは承知をしておりませんでした。2つ目に、今後議員が開くパーティーに、清和会がおっしゃるようにパーティー券を購入するということが代替案として示されましたので、それは一つの検討できる案ではないかということで、私もそう発言しました。ただそのことについて何か深い議論があったわけではなくですね、例えば今となっては思えば、今の時点で考えてみるとですけれども、パーティー券を購入するとしても150万円が上限ですので、それよりも多くの金額を還付を求めていた議員、あるいは結果的に還付していた議員もあるわけですし、何か深く議論したわけではありません。一つのアイデアとして、代替策として、議論をなされたわけですけれども、そのことについて決定されたわけでもなく、実行されたわけでもありません。枝野君。いや、このですね、西村さんが、まあ、その修正前の報告書でやっていたやり方、つまりですね、還付分なのか中抜き分なのか知りませんが、これ後からお尋ねしますが、要するにノルマを超えた分を自分の政治資金パーティーのに上乗せをして、そして、計上しているので、確かに裏金にはなっていない。西村さんの分については裏金にはなっていない、虚偽記載ということであるということです。ただこれですね、実は不思議なことにですね、こういうやり方をしているのは西村さんと昨日ここでご証言をされた武田さんがされています。お二人少なくとも幹部全員、70何人全部見切れていませんが、幹部、特に安倍派の幹部の皆さんでこんなやり方しているのは西村さんだけなんです。
まあ、派閥のことについて、ましてお金のこと、他派閥の人と相談することはないでしょうから、まさにこのですね、自分のパーティーに上乗せしときゃいいじゃない、むしろ知っていたことを裏付ける状況証拠は出ていると、知らなかったというんだったら、それなりのきちっと説明していただかないと、ただ知りませんでしたと言われても、それは納得できませんが、いかがですか。西村君。繰り返しますけれども、私自身は、私の会計責任者である秘書が、そのような収支報告書の記載の仕方をしていたことについては、その時点では知りませんでした。その後、確認をして、一件一件確認をした結果、後で私自身理解をしたことであります。それから、これはいろんな意見がその場で出ました。その中で何人かの、これ私記憶がどこまで正確かあれですけれども、何人かの方が、このことについては検討できる案だと、もう一つのアイデアだということで、話をされています。しかし深くこのことについて議論されているわけではないということを改めて申し上げたいと思います。枝野君。じゃあ、あなた自身のことについて、もう聞いた上で、もう一回その話に戻りたいと思いますが、4年間で100万円の、まあ、パーティー、自分のパーティーに上乗せした分があったと、その分の100万円というのは、もともとその派閥の方の収支には計上されていないものでいいんですね。もともと派閥に計上されていなかった100万円分が、西村さんの収支報告書に個人のパーティーとして計上されていた、これでいいんですね。会長、西村君。結果としてはそのようであったようであります。枝野君。じゃあその100万円は派閥に一旦納入したものがキックバックされたんですか、それとも派閥にノルマを超えた分を納めていなかったんですか、どっちですか。会長、西村君。私の事務所では派閥の口座のパーティー券をいろんな方にお願いしておりましたので、派閥に全てお金は入っております。枝野君。ということは派閥から何らかの形で西村さんなり西村事務所の方が現金で受け取っていたということでいいんですね。会長。西村君。私の会計責任者である、まあ、秘書が、現金で受け取っていたと、5年間で100万円分、毎回10万円か20万円かそのぐらいの金額をですね、受け取っていたというふうに聞いております。枝野君。はい、もともと派閥の口座に振り込んでいただいてたわけですね、西村さんの支持者でしょうけれども、それを派閥から現金で秘書さんが受け取ったものを、それを西村さんの個人パーティーの売り上げとして上乗せをしていたというわけですね。そんなこと秘書さん勝手にできますか。だって秘書さんは、ね、少なくとも現状の清和権関係者の皆さんのいろんな説明によれば、ね、これは計上しなくていいんです、計上しないでくださいと言われていた。そのお金を受け取ったものをですね、それは清和会からのとは書いてなくても、どこかに収入として、つまり西村さんの収入として計上されちゃうわけですから、辻褄が合わなくなる可能性があるわけですよ。そんなこと秘書が勝手にできるんですか。西村君。これは何度も私はその会計責任者である秘書と確認をいたしました。その会計責任者としてはですね、不記載にしたくないという思いがある中で、どういうふうに収入の内訳のどの部分に入れるのがいいのか考えた中でですね、この清和会のパーティー券を買ってくれる方も、私のパーティー券を買ってくれる方も、基本的には同じ方々にお願いしておりますので、私の正資金、私のために買ってくれているということで、私の正資金パーティーの収入に入れておかしくないと、そう判断をして、そのような処理をしていたということであります。枝野君。いいですか。もう一度言いますけど、派閥の側からはですね、これは記載しないでいいです、記載しないでくださいと言われていたお金をですね、それはもちろんその秘書さんのその限りでは正しいですよ、で不記載にはしたくないと、だけど、全く違うところに振り込まれていたお金が、ね、あなたのパーティーの収入として計上することになれば、どこかで精査されたらつじつま合わなくなるだなんてのは子どもでも分かる話じゃないですか。そんなことを判断できない秘書さんなんですか。少なくとも議員本人と派閥からこう言われてんだけど、計上全くしないと、これは裏金になっちゃうから問題だ、こういうやり方どうでしょうかねって相談もしない、その相談をすべきだって判断もできない秘書さんを雇ってたんですか。西村君。経験がある秘書で、私も信頼をしておりました。彼が、
自分なりに考えですね、不記載にしたくない、まあ、私の事務所、こういう事件を起こしておりますので、そんなに偉そうに言えるあれではありませんけれども、厳格に行っていこうということでやっておりましたので、不記載にしたくないという中で、私自身の支持者の方々が買ってくれているからおかしくないだろうということで、そのような記載を自身で判断をしてやったということでありますが、今からご指摘のように、今思えばですね、もっと時間を取ってしっかりと報告を受けて、私は監督をしっかりして指示をしておけばよかったということは反省をしております。そして検察当局からご指摘のように、清和会からの寄付として書くべきというご指摘をいただきましたので、それを真摯に受け止めて、清和会からの寄付という形で修正をしたところであります。枝野君。これ他の方にも聞こうと思ってるんですけどね、この方がきちっと相談、西村さんの発言を全部そのまま受け止めた場合ですよ、この秘書の方がですね、本来相談すべきような、ね、派閥から言われてる指示にすら従わず違うことを勝手にやった、細工をした、でそのことが表に出た結果、経済産業大臣の職を議員が辞してるわけですよ。それ秘書責任取ってるんでしょ、当然。まあ、懲戒解雇までいかないかもしれないけど、当然解雇ですよね、責任取らせてるんですよね。だってその秘書が勝手なことやったせいで、あなた大臣の職失ってるんですよ、違いますか。西村君。その秘書はですね、家族の事情もあり、退職をいたしました。まあ、その後、こうしたこともありましたので、今、少し手伝いというか、もう一回きちんと精査する部分はやってもらっておりますけれども、退職をいたしております。枝野君。令和5年分について、この年はゼロなんですね、令和4年分、ごめんなさい、令和4年分、今、その問題になった、還付云々が問題になった年、その年も、西村事務所が売ったパーティー券、派閥のパーティー券は、派閥の口座に振り込んでいただく形式だったんですか。会長。西村君。はい、私の事務所、私の場合はすべて毎回、清和会の口座にの入った振り込み書が入ったものをお願いしてますので、すべて清和会の口座に入ります。枝野君。もともと、今、数字が具体的に出ている平成30年以降、ずっと西村議員は、事務所に対してノルマ以上は売らなくていいと、ノルマまででいいとずっと言い続けていたのは変わってないわけですね。会長。西村君。はい、私自身は自分自身のパーティーの方を重視して、必要な、政治活動をしていく、事務所をしっかり運営していくのに必要な資金は自分自身でしっかりと確保しなきゃいけないと思っておりましたので、清和会のパーティーはノルマ分だけ売ればいいとずっと支持してきておりました。枝野君。はい、ノルマは何枚分であって、いくら分がノルマですか。会長。はい、西村君。そう秘書に指示しておりますので、私自身はノルマがいくらかということは、具体的に意識したことはありません。枝野君。すごいですね、ノルマいくらかわからない、もうノルマ分売れって。いや派閥でね、いやそれはいろんなこういったものをね、仲間でやるときにノルマかけるというときはノルマ分ね、達成できなかったらお前ちゃんともっと頑張れよと、それこそ若手の指導係である事務総長がやんなきゃいけないし、ノルマよりたくさん打って派閥に貢献してくれたらお前頑張ったなと、こう言って、それは論功行賞的な話をね、それは派閥ではあっても私はおかしくないと思いますよ。それ内閣や党でやられたら困りますけど、それ自分のノルマすら分かってないってすごい話だなと思うんですが、聞きたいのは、いやずっとね、平成30年から毎年ね、12万円から38万円のノルマを超えた売り上げがあったから、その分がご記載になってるわけですよ。ところが都合のいいことにですね、このキックバックやめようと、現金でのキャッシュバック買いやめようとなった令和4年だけゼロなんですよ。この年は、つまり西村事務所から売ったパーティー券はノルマ分ぴったりだったという、こういうことなんですか。西村君。結果的にノルマ以上に売れてるのか、あるいはノルマ通りだったのか私は承知をしておりませんが、いずれにしても令和4年はもう還付をやめるという方針、私はいずれにしてもそういう方針をすべきだと思って会長の意向を受けてですねしておりましたので、結果どれだけ清和会に振り込まれていたかは承知をしておりません。枝野君。はい、もう一度戻りますけどね、いやこういう形で
自分のパーティーに上乗せをするというやり方がね、していたのは清和研の幹部の中では西村さんだけだと。そして下村さんの話ではそういうやり方で、これ大事なこと言ってるんです、下村さんは記者会見で、合法的な形で出すこともあるのではないかという案がですねあったという言い方をしているんです。つまり少なくとも令和4年の8月の打ち合わせ、安倍さんが亡くなられた後、安倍さんがもう現金でキャッシュバックするのはやめよう、それについて最終的にどうしようかって打ち合わせをした、結論は出なかったけど、その段階ではですね、少なくとも下村議員は、この現金でキャッシュバックをして、それが収支報告書に受けた各派閥の議員は計上していなくて、だから非合法だと知っていなければ、自分の個人のパーティー券に上乗せをするみたいな、そういうアイデアは必要ではないし、実際に下村議員自身も合法的な形で出すということもあるのではないかということで、この案があったと紹介しているんです。下村さんの発言と西村さんの今の証言は全く食い違っているんですが、どうなっているんですか。西村君。私の理解、私の認識はですね、安倍まず会長は、現金は出戻す、これは疑義を生じかねない、不透明だと。で還付そのものをやめるというふうに意向を示されて、そして先ほど申し上げたように4月の段階では幹部が手分けをして、所属議員に連絡をいたしました。その方針をずっと継続をして5月のパーティーを開くわけですが、7月で安倍さんが撃たれて亡くなられた後返してほしいという声が出始めて8月の上旬に集まったと。でその段階で、繰り返しになる部分もありますが、還付は行わないと、しかし返してほしいという声にどう対応するかということでいろんな意見が出されたわけであります。でその時点でこの還付が適法であるとか違法であるとか、この法的な性格について何か議論したことはありませんし、収支報告書についても話はしておりません。したがって何か、違法性について、何か議論したということはありません。認識をしていたことはないということです。ただこの還付をしてほしい、まあ、戻してほしいという声にどう対応するかというアイデアの一つとして、代替策の一つとして、先ほど申し上げたように今後議員が開くパーティー券の購入を清和会を行うというのは一案ではないかということでアイデアとして出されたということであります。枝野君。若手の皆さんは自分がノルマ以上売ったら自分に返ってくると思ってたのが、返ってこなければ自分の収入が減るから困るんで還付してくれと言っていたことに対して、その声に応えようと思ったら合法的に、ね、寄付という形で還付すればいいだけの話なわけですよ。こんな自分のパーティーに上乗せするみたいな話なんか全然いらないわけですよ。でやっぱりその若手の声に応えたいというんだったら安倍さんの意向とは違うけども、それやらざるを得ないねっていう話になればいいだけで、結局そのお金を若手に配っちゃうんだったら、派閥に残しておかないんだったら安倍さんの意向とは全然違う、安倍さんの意向を歪めるだけの話じゃないですか。そういった意味では下村さんの発言の方が、つまりみんなこれ計上してないとまずいよね、ああでも西村さん自分は自分のパーティー券のパーティーの上乗せでやってるから、これならああ裏金にならないと言われないから大丈夫だぜと、こういう話があったと普通感じるのが下村証言からは当たり前じゃないですか。ですので西村さんの証言だけ聞いて、はいそうですかとは到底ありません。これは下村さんにもここに来ていただいてご発言をいただくか、あるいは下村さんに参考人や証人として予算委員会出てきていただいて、今の西村さんと下村さんとどっちが正しいことを言っているのか証言付き合わせるしかないということを申し上げて、私の質疑時間を終わりましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。次に青柳仁志君。青柳君。日本維新の会の青柳仁志です。今のですね、お話の続きをさせていただきたいと思います。令和4年4月に安倍元総理がパーティー券収入キックバックの慣例を廃止しましたけれども、同じ年の7月に元総理が亡くなると、その翌月に複数の安倍派幹部が集まって廃止の方針を撤回したと、今のお話ありました。で8月にですね、塩谷さん、下村さん、世耕さん、松本事務局長が集まって、そして西村さんが入ってですね、まあ、ここで結論どうするかという結論は出なかったけれども、下村さんの供述によるとですね、西村さんからキックバック分を各議員が主催する個人の政治資金パーティーの収入に含めればよいと、
まあ、こういう具体的な記載方法に関する話があったとされております。先ほど来から清和権が買えばいいみたいな別の話をされているんですけれども、この西村さんからキックバック分を各議員が主催する個人の政治資金パーティーの収入に含めればよいと、こういう提案はされたんですか、されてないんですか。西村君、はい、8月上旬に幹部が集まったときに、幹部は辞めるという方針を維持しながらも返してほしいという声にどう応えるかということで、いろんな意見が出されました。その中の一つのアイデアとして、今後その議員が開くパーティーのパーティー券を清和会が購入するということで、その資金を要望希望する方々に応えていってはどうかという議論があったわけで、意見があったわけであります。で、私もそれは一つのアイデアだと思いましたので、それは検討できる案ではないかという発言をいたしました。何人かの方が確かそういう意見を言われたというふうに思います。青柳君、2つ確認させてください。その発言をされたのは西村さんではないということですね。それから、そのキックバック分、今の話はですね、個人の政治資金パーティーの収入に含まれば良いという話とは違うわけですけれども、それは違うということでよろしいですか。西村君。会長、私は先ほど繰り返しになりますが、それは一つのアイデアであるということで、検討できるのではないかという発言をいたしました。それから繰り返しになりますけれども、今後その返してほしいと言っている議員が今後開く自身の政治資金パーティーのパーティー券を清和会が買うという形で資金の支援をしていってはどうかというアイデアが出されたわけであります。大谷君。高木さんはですね、メディアの取材に対してですね、官流に関する8月の協議に参加しておらず、事務総長に就任した時点で管理を継続する方針は決着していたというふうになっております。常識的に考えるとですね、8月に交代をしているわけです。で、8月にこの会議が行われていて、この会議には塩谷さん、下村さん、世耕さん、そして西村さんしか出ていないわけですから、この撤回をされたとすればですね、そのこれはもうこの4人で決めているとしか考えられないわけなんですけど、自然に考えれば今の提案ですね、ですからその派閥がですね、そのノルマ分を買い取るということですか、その提案が最終的には通って、この派閥のキックバックが復活したと、そのように、客観的にはそのようにしか考えられないわけですけれども、西村さんも同じ認識ですか。西村君。会長、その8月の上旬の会ではいろんな意見が出されましたけれども、結論は出なかったというふうに理解をしております。実際にこの今申し上げたアイデア、今後議員が開くパーティー券を派閥が購入するというアイデアは、その時点であんまり深い議論をなされなかったんですが、そういうやり方やろうとも決めておりませんし、実際その後そういうやり方で何か派閥が議員の支援をしていったというわけではないようです。むしろ現金での還付が継続したということでありますので、これは私は8月10日に経産大臣になって以降は全くこの資金の話は幹部間で加わっておしておりませんので、その後の経緯については全く承知をしておりません。青柳君。キックバックの現金で復活させるというのは非常に大きな決断だと思います。これはですね、やはり5年間で7億円近い裏金をですね、95の政治団体に渡すというような、これをやっていたわけです。ですからこんな大きな意思決定をですね、しっかりと幹部に相談なく、事務局長だけで決定することはまず絶対にありえないと思います。その上でそれがですね、今のなんか提案がふわっとした状態で誰も話し合ってもいないのに、塩谷さん、下村さん、世耕さん、西村さんが一度も集まらずに話もせずにふわっとそれがですね復活するって、これも絶対にありえないと思うんですけれども、客観的に見ればそうしか思えないですから。では西村さんはそこにいた当事者として、じゃあどうやってこの非常に大きな決断が誰が話し合うこともなく復活したというふうに思いますか。西村君。繰り返しになりますが、8月上旬にその会を開いて、その時には結論が出なかったというふうに理解をしております。アイデアは出されました。しかしそのパーティー券を購入するというアイデアは、それは決められたわけでもありませんし、それも実行されてないという中で、私は8月10日に経産大臣になりましたので、事務総長はしばらくして離れますが、いずれにしてもその幹部との間でこの資金に関わる協議にはその後は一切関わっておりませんので、これはどういう経緯なのかは私は存じ上げないと
知らないということが正直なところであります。ただいずれにしても、今思えばもっとあの時に還付しないという方針を徹底しておけばよかったなと、しっかりとそのことを言っとけばやっとけばよかったなということは本当にあの深く反省をしているところであります。青柳君、ありえないと思うんです。だって8月にですね、塩谷さん、下村さん、世耕さん、西村さんで結論が出なかったと。しかし、まあ、個人のパーティーにの収支に含めればいいとか、派閥が買い取ればいいと、こういうアイデアは出たと。でそれで終わったんですよ。同じ月に事務総長が変わってるんですよ。だから同じ月に結論が出てるんです。同じ月に結論が出てるのに一度も皆さんで何の話もせずにこの7億円近い裏金を95の政治団体に渡すような話が現金でやるって話が復活するんですか。私の質問をもう一回繰り返します。私客観的に言えばその4人で話し合って決めたとしか思えないですし、西村さんのそのアイデアがですね通ったかあるいは別のアイデアを出されたかだとしか思えないんですけど、西村さんはこの意思決定はどういうふうに行われたと思いますか。同じ月に行われてるんです。西村君、8月上旬に集まった幹部が集まった会に私は出席を参加をして今申し上げたような発言をしたり、いろんな意見交換をしました。しかしそこでは意思決定はなされなかったと理解してますし、先ほどのアイデアも実行されておりませんので、その後8月10日で私はもう一切この幹部の資金に関しては幹部で集まって協議をしたことはありませんので、その後の経緯は全く承知をしておりません。幹部が集まって議論したのか、どういうふうになったのか、それは全く承知をしていないと。これは全く集まっていないと、私集まった会には参加をしていないと。一点だけ申し上げると、派閥の体制をどうするかということはもう何回も議論してましたけれども、そこには私も加わったことがありますが、資金に話については8月10日以降一切これは関わっておりません。青柳君、ですね、この塩谷さんも下村さんも世耕さんもですね、みんな同じことを言ってるんですよね。だから自分は知らないと。だけれどもなんかこのものすごく大きな意思決定だけがなぜか勝手に決まってしまったと。こんなことありえますか。この政倫審というのはですね、そもそも自分自身がですね、国民に対して説明責任を果たすために自分自身の意思で出てきて弁明をする場です。このやり取りで説明責任を果たせていると思いますか。会長、西村君、私は正直にすべてお話しておりますので、8月の上旬にはそういう健康官の会を行いましたし、私は一つのアイデアだという発言もいたしました。しかし意思決定はなされて、その時にはなされずに、そのようなやり方も実行されなかったわけであります。その8月10日以降については、経産大臣として職務、これは電気料金とかガス料金のことどうするか、補正予算どうするか、いろんな議論もずっとやっておりましたので、資金のことについては幹部の協議には加わっておりませんので、その後の経緯については全く承知していない。これがすべて正直に申し上げていることであります。青柳君、石村さんがすべて本当のことを言っているとすれば、他の誰かが嘘をついているということになります。いずれにしても自民党の責任だと思いますので、しっかりとですね、国民に対する説明責任をこれからも果たしていく必要があると思います。それから総理はですね、昨日、政倫審など説明責任の果たし方を踏まえて党の処分、政治責任について判断するというふうにおっしゃっていました。仮にこれ、私から見ると全く説明責任なんか果たされてないと思うんですが、多くの方がそう思うと思うんですが、これ客観的に見てそうじゃ、説明責任は果たされてないとなった場合、例えば除名というような処分もあるかと思いますけれども、そういった処分が下された場合には受け入れますか。西村君、私は正直にすべてお話をしておりますので、どういう質問をされてもですね、8月10日以降は一切関わっていないと。幹部がどういう経緯で何か集まったのか集まってないのかも承知をしておりませんので、その後の経緯については承知していないということであります。私は、説明責任をしっかり果たしていく、そのことで、国民の皆さんの政治の信頼回復につながっていくように果たしていきたいというふうに考えているところであります。青柳君、政権を担う政党としてですね、自民党の中できっちりと処分をしていただきたいと思います。時間参りましたので終了します。以上です。次に小清水圭一君。小清水君、はい、公明党の小清水圭一でございます。さて、今私たちは少子高齢化、人口減少、その波に飲まれてしまうのか、
それを乗り越えられるのか、そういった大変重要な岐路に立たされている。そしてそのためにはさまざまな制度の改革や社会や産業の構造改革も必要だと。でこれらの改革をしっかり進めていくためのその一番大事なところが政治に対する国民の信頼である、このように私は思います。そんな中、今回の政治資金のこの不記載の問題、これは国民に対してその政治への信頼を大きく損ねる重大な問題である。これはその不記載の金額が大きいとか少ないとかそういったことではないと私は思っているところでございます。こういった中でこの国民の政治への信頼を回復させるためには、まさにもう誠実に丁寧にそして謙虚に説明責任を果たし抜いていく、このことに尽きるのだと私は思います。そこで西村議員に伺います。今回政倫審への申し出ということで、出られたわけですけれども、その時に公開なのか非公開なのか、そういったことにこだわりがあったのか、また特にその場で国民の皆様に一番伝えたいこと、このことは何だったのかにつきましてお聞かせ願いますでしょうか。西村君。私はまさに、国民の皆様の疑念に応えるためにですね、この政倫審で、説明をするということで、これは進んで申し出を行いました。そしてどのような形式環境であってもですね、国民の皆様に十分に伝わるようにしっかりと説明責任を果たしたいと、そういう思いを当初から持っておりました。このことは、自民党国対にも伝えていたところであります。しっかりと説明責任を果たしていきたいという思いを非常に強く持っております。国民の皆様の政治、この政治資金についてですね、まさに政治不信を招いてしまったこと、本当に深くお詫びを申し上げたいというふうに思います。会計、この清和会の会計には関与してなかったとはいえですね、幹部の一人として事務総長として、今から思えばもっとできることがあったと、しっかりと収支報告書についても確認をし、必要な修正を早くに行っておけばよかった。安倍総理が、元総理会長がですね、還付を行わないという方針が示されましたので、これを少なくとも令和4年は徹底すればよかった。こうしたことを、今となってはもう反省することばかりでありますけれども、二度とこうした事態を招かないようにですね、これまで以上に厳格に政治資金の管理、自分自身も行ってまいりたいと思いますし、より透明でクリーンな政治に向けてですね、今回のことを教訓としてぜひこれまで以上に精進してまいりたいというふうに考えております。小清水君。はい、どうもありがとうございます。この今のまさに派閥の政治資金パーティーの還付金の話なんですけれども、さまざまな自民党で行われた聞き取り調査に関するですね、報告書にも、また今の議論にもあるんですけれども、やっぱり長年、派閥のなんか方針的なですね、感じで長年続いていた、これに関してですね、事務総長も経験された西村議員としてですね、なんとかこの長年続く前に、なんとかそれをですね、是正することはできなかったのか、なぜできなかったのか、あるいは是正するための機会は、そういうチャンスはあったのかどうなのか、この点につきましてもできる限り詳しくお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いいたします。西村君。私自身は、先ほど冒頭の中でも申し上げましたけれども、自分自身の政治資金パーティーの方を重視してしっかり事務所運営の政治活動の資金を確保していこうと、いうことで思っておりましたので、派閥のパーティーについてはもうノルマ通りすればいいというふうに伝えておりましたし、また一時期自民党総裁選挙の立候補して以降無派閥で活動しておりましたので、その時期が清和会とは離れておりましたし、2013年に頃に派閥に戻った後もですね、政府での仕事が多かったもんですから、幹部として派閥の上にあまり関わってこれなかったという部分があります。ただその唯一安倍会長の下で事務総長を務めた2021年10月から22年の8月までこの10ヶ月間、その時に安倍会長がまさに幹部を辞めるということの意向を示されましたので、これを
その方針でずっと話は進んでいたんですけれども、まあ、残念ながら安倍会長亡くなられてしまいですね、その後返してほしいという声が出てきた中で、結果として官報を継続することになってしまった、事務総長としてあの時に少なくとも令和4年の官報は、やらない方針を徹底すればよかったということを本当に深く反省をしているところであります。いずれにしてもこのような事態を招いたこと、幹部の一人として深くお詫び申し上げたいと思っております。星水君、はい、そして一方でその派閥と別に今度は個人のですね、資金管理団体のそういったあの収支報告の問題なんですけれども、さまざまなこのは知らなかったとか、またあの想定外のことが起こってたかもしれない。でそれを受けてですね、今その後この事務所の中でですね、新たにもうこのようなことは二度と起こさない、そういった思いでですね、新たなルールとかですね、新たな話し合いはされたのかどうなのかにつきましてもお聞かせ願いますでしょうか。西村君。はい、このまあ10年間政府で、多くはですね、政府で仕事をさせてもらいましたので、まあ、忙しかったとはいえですね、やはり会計責任者である秘書からきちんと報告を受けて、しっかり時間を取ってですね、きちんと報告を受けて、指示を必要な指示をしておけばよかったということを監督責任を感じているところであります。通常はですね、5月に正式に報告書を提出期限がありますが、その前に全体1年分、確認をする作業をするんですけれども、今は1ヶ月に1回1ヶ月分をですね、時間を取って見るようにしております。それも複数の秘書で確認をするという作業をすることにしております。それからやはり一番の避けなきゃいけないのはやっぱり現金でのやり取りであります。できる限り記録の残る振り込みとかオンラインとかで対応するということにしておりますが、例えばですね、これも本当にありがたい話なんですけれども、地元の事務所に支持者の方が、最近頑張っているようだからこれ使ってくださいと言って現金で2000円とか3000円とか置いていかれる方がおられます。もう本当にありがたいですけれども、もちろんこれまでもきちんとその日にATM に入れてちゃんと誰々さんからいくら帳簿にもつけてやっておりますけれども、これもですね、複数の秘書でしっかりと確認してやるということ、現金はできるだけやめるということと複数の秘書で確認するという作業を、これを徹底していきたいというふうに考えております。またできるだけ透明度を上げていくためにですね、いろんな技術がありますデジタルの技術も進展しておりますので、いろんな公開公表の仕方もですね、今後考えていきたいというふうに思います。小清水君。はい、まさにその通りだと思います。議員が会計責任者に対しまして相当の注意を怠った場合ということで、昨日は罰金刑もあってもいいのではないか、こういった形で総理にも、申し上げさせていただいたわけですけれども、この罰金刑というのは公民権停止ということのセットになると相当重い、そういったことであると思いますけれども、この政治資金収支報告書に対する議員の責任を持つことは当然である、このように考えますが、西村議員の見解をお聞かせ願いますでしょうか。西村君。まさに忙しかったとはいえですね、きちんと時間を取って報告を受け、必要な指示をしておけばよかったと反省をしているところであります。監督責任、目が行き届かなかったことを深く反省をしております。ご指摘のように政治家は、事務所のスタッフ秘書の監督責任があります。その監督責任、それを果たしていくという意味でですね、政治家もしっかり責任を取るという仕組み制度、これは考えていくべきだというふうに私も思っております。はい、小清水君。はい、時間となりましたので以上で終わります。次に塩川哲也君。塩川君。日本共産党の塩川哲也です。安倍派の政治資金パーティーに関わって過去5年間の収支報告書において収入支出とも6億7千万円を超える虚偽記載が行われておりました。安倍派の組織ぐるみの違法行為であり、誰がいつからどのような理由で行ってきたのか、この裏金システム全体の全容解明が求められております。
西村議員にお尋ねいたします。冒頭の弁明の中で、清和会主催の政治資金パーティーの収入の還付に関わる処理は、歴代会長と清和県事務局長との間で長年慣行的に扱ってきたと述べております。事務総長が関わっていないということについては、にわかに信じがたいところでありますが、この話と前提にした場合、それではこのようなことについて、歴代会長に対して、派閥として事実関係をきちっと確認をする、そういうことはされなかったんですか。西村君。亡くなられた方も多いわけでありまして、派閥として、そういったことは私の知る限りは、今の時点で行ってないんではないかと思いますが、この間はですね、過去5年間のこの収支をきちんと点検するということで、まさに事務局も、そして我々も自分自身のその政治資金報告書、政治資金のもですね、通帳を全部見て確認を作業しましたので、それに時間が取られていたということはありますけれど、あると思います。塩川君。森元会長に確認はされませんか。西村君。森元総理が関与をしていたという話は聞いたことがありませんので、しておりませんが、もし疑念が生じる、あるのであればですね、私が確認、私ども幹部が確認しても、口裏を合わせたんじゃないかと言われかねませんので、むしろ第三者の方が確認するのが、いいのではないかというふうに感じております。塩川君。国会でぜひ出てきていただいて説明いただきたいと思います。事務局長ですけれども、起訴はされたといえば在宅であります。本人に聞くことはできると思います。例えば罪に問われる5年より前の話っていうのは、当然事実関係の確認ができるわけですけれども、こういう事務局長に対して事実関係の確認、これを求めることはしませんか。会長。西村君。まさに事務局長は今後裁判を控えておりますので、これはもう口裏合わせと言われかねないわけでありますので、そういったことを控えているというのは現実であります。塩川君。政治責任を果たす上でも、例えば5年より以前の分、まさにいつから始まったのか、組織的にどういう対応してきたのか、その点については聞くことができるんじゃありませんか。西村君。口裏合わせをしているのではないかという疑念を生じかねないということ、これは私自身が、派閥の先輩と会うこと自体も、国会でもそうした指摘を受けたことがあります。裁判を控えておりますので、それは控えた方がいいんではないかというふうに考えております。塩川君。この点でもぜひ事務局長についての国会での説明を求めることも含めて、国会でしっかりとした対応が求められていると思います。でそこで令和4年5月のパーティーのことですけれども、この令和4年5月のパーティーの還付金について、4月ごろに安倍会長から還付はやめようという話を聞いた、そして幹部の間で還付を行わない方向で話し合いが行われてきたということですけれども、この還付をやめようという理由は何だったんでしょうか。西村君。4月の上旬だったと思いますけれども、安倍会長をはじめ幹部で話をしたときに、安倍会長から現金で還付が行われていると、この現金、これは非常に不透明で、疑義を生じかねない、疑念を生じかねない、もう還付そのものをやめるというお話がそのときにございました。そして、その方針を確認して、手分けをして、所得議員に電話をしたわけでございます。塩川君。この還付をするというやり方が、政治資金規正法の虚偽記載に当たると、そういう違法行為という認識はなかったんですか。会長。西村君。収支報告書についても事務局長において、これはおそらく会長と相談されてたと思いますし、会計については会長と事務局長の間で行われてきたということでありまして、事務総長としても、また他の幹部も関わってなかったと思いますので、その時に収支報告書の話はしておりませんし、幹部が適法か違法かといった議論も行っておりません。塩川君。信じられません。でまさにその違法行為が問われているその中での指示ということに、当然多くの方は受け止めるわけで、収支報告書に関わる規正法違反の問題について、その中で議論もされていないということなんですか。
西村君。まさに、現金で、還付は不透明、そしてさまざまな疑念を生じかねないということで、もう還付そのものをやめるということが安倍会長の意向として示されたわけであります。その時に何か収支報告書の話をしたわけでもありませんし、還付そのものが適法なのか違法なのか、そういった議論もしたことはありません。塩川君。いや、それは本当に信じられないですね。で、要するにこういったキックバックというのが収支報告書の虚偽記載に当たると、こういう認識というのは当然のことながら多くの人が受け止めるわけで、そのことが議論にもなっていないという点について、やはりこの派閥としての責任が厳しく問われているんじゃありませんか。西村君。事務総長として、会計、あるいは収支報告書には、関与しないということだと理解をしておりましたので、そういったことまで、考えは及ばなかったわけでありますが、今思えばあの時点でもっときちんと収支報告書も確認をしてですね、そして必要な修正を行っておけばよかったと、そして令和4年ももう還付はやめるという方針を徹底しておけばよかったということを、今となってはもう反省するばかりですけれども、深く反省をしているところであります。塩川君。いや、そこで違法性の認識がまさに問われていたわけですから、当然その会議にも西村議員自身が出席をしていたわけで、その中が曖昧になったということ自身が信じられないということを言わざるを得ません。組織的な違法行為が行われていたと、こういうことについて改めて徹底解明が必要であります。で、そこで昨年5月の派閥パーティーがありました。昨年の派閥パーティーにおいてはキックバックは取りやめになったんですか。西村君。すみません、承知をしておりません。これから、おそらくなってないんだろうと思いますが、私は承知をしておりません。今後資金報告書が、提出をされると思いますので、その中で、明らかになっていくと思いますけれども、なされてないんだろうと思いますが、詳細承知をしておりません。塩川君。いや、なされていないというのであれば、なぜなのかということが問われるわけです。で、その点について、しっかりと確認される必要があるんじゃありませんか。西村君。昨年の、政治金パーティーの時点で、私は経済産業大臣でありましたので、派閥の運営に関わっておりませんでしたので、そのことについて、どういう方針でどういうふうにしていたのかは、全く承知をしておりません。今後正式報告書が提出されますので、今その作業を事務局と、いわば清和会も清算の手続きに入っているような状況、事実上も解散をして、後の処理をしておりますので、もちろん裁判などもありますから、そうしたことへの対応を、若手を中心とした、弁護士、会計、公認会計士などの専門家の皆さんで今チームを作ってやっておりますので、私ども詳細はまだ聞いてないというところであります。塩川君。森元会長や また下村議員にも国会できちんと説明を求めたいと、このことを申し上げて質問を終わります。これにて西村康稔君に対する質疑は終了いたしました。この際暫時休憩いたします。西村君はご退席をいただいて結構でございます。10分後をめどに再開いたしますので、委員および傍聴の皆様は退出される場合速やかにお戻りいただきますようお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。